またハリ、またハリ、またハリ、1876年8月7日から1917年10月15日は、フランスのパリを中心に活躍した、フリースラント系オランダ人の踊り子、ダンサー、ストリッパー。第一次世界大戦中に、スパイ容疑でフランスに捕らえられ、有罪判決を受けて処刑された。マタハリは、ダンサーとしての芸名であり、本名は、 マルガレータ・ヘール・トロイダ・ツレ、マルグリット・ジール・トルーダ・ゼル。世界で最も有名な女スパイとして、女スパイの代名詞的存在となった。オランダ・フリースラント州、レーワルデンにて、アムステルダム生まれのアダム・ツレ、1840年10月2日から1910年3月10日、と、フリースラント系の祖先を持つ母安定ファン・デル・ムレンの間にて、 四人兄弟の長女として生まれる。父が石油産業への投資の成功や人気防止店を経営していたことにより、一家は贅沢な暮らしができるほど裕福であった。唯一の娘ということもありマルガレータは父から溺愛され、名に不自由ない生活を送り、13歳まで上級学校に通えた。しかし、マルガレータの父が石油株投資に失敗すると事態は一変する。 損失を借金で補填すると、その借金は、雪だるま式に増えていき、1889年ついに破産。その後両親は離婚し、マルガレータを含め子供たちはそれぞれ別の親戚のもとへ引き取られる。母は1891年に亡くなった。父はアムステルダムにて、1893年2月9日に、スザンナ・カタリーナ、スザナ・キャッテリーナテンフーブ。 1844年3月11日から1913年12月1日と再婚した。一家は離散し、マルガレータは自分の貢献人であるヘアビサーを頼ってライデンに移住する。経済的独立に迫られたマルガレータは同地にて幼稚園の教諭になるために勉強するも、学長が彼女と露骨に戯れるようになったため、気分を害した貢献人によって、 施設から追われた。わずか数ヶ月後、彼女は、おじの家があるデンハーグに逃れている。19歳の時、新聞に掲載された結婚相手募集の広告に応募し、21歳年上のオランダ軍将校、ルドルフ・ジョン・マクリード大尉と結婚する。出会いからわずか100日のことだった。結婚後は、夫の仕事に伴い、中流先のボルネオ、スマトラ、ジャワへ帯同し、 二次を設ける。しかし、もともと愛のある結婚ではなく、若く派手好きなマルガレータとの価値観の不一致、加えて、夫の女癖の悪さや暴力から、夫婦仲はすぐに悪化してしまう。さらに息子が亡くなったことで、結婚から7年後の1902年に離婚。子供は、夫が引き取った。離婚したマルガレータはオランダへ帰国し、間もなく、職を求め、フランスのパリへ渡る。 だが、なかなか恵まれた仕事に就くことができず生活は困窮してゆく。ある日、友人のパーティーの余興で見よう見まねのジャワ舞踊を披露するとそれが受け、ダンサーの話が持ちかけられる。1905年、エキゾチックな容姿を生かし、インドネシアジャワ島からやってきた王女内氏は、インド人員の踊りみこという触れ込みで、ダンサーとしてデビュー。オリエンタルスタイルの舞踊を演じた。 ショーは好評を博し、工業的にも成功を収めた。この成功を機に、マルガレータの踊りは話題となっていく。最初は小さなサロンで少人数の客を相手に踊りを披露する程度であったが、やがて活動の場は欧州中に広がり、ついにはイタリアのミラノスカラザで公演を果たすなど、一躍人気ダンサーとなった。この頃から、より観客に受ける、要東洋的な、 またハリの芸名を名乗り始める。なお、またハリとは、太陽あるいは、日の目を意味する、村湯語、孫、またはインドネシア語に由来する。彼女はまた、多くの高級士官あるいは政治家を相手とする、高級少婦でもあった。またハリことマルガレータは、数知れないほど、多数のフランス軍将校あるいは、ドイツ軍将校とベッドを共にたとされ、国際的な陰謀の道具となっていった。 1917年2月、彼女はフランスにおいて二重スパイとして第一次世界大戦で多くのドイツ人及びフランス人兵士を死に至らしめたとの容疑で起訴された。その逮捕はドイツの在スペイン駐在部官がマタハリオ暗号名 h 2 1るドイツのスパイとした通信がフランスによって解読されたことからなされた。当時、 戦況はフランスにとって不利であり、政府は戦争による甚大な被害の責任の所在を追求されていた。そのため、フランス政府にとってすべての軍事上の失敗をまた針の攻めに帰することは変更都合だった輸送船が U ボートに沈められたのも彼女の働きにされた。1917年7月24日、彼女は有罪となり死刑判決が下された。 同年10月15日、サンラザール刑務所にて、重殺刑に処せられた。また、ハリは、フランス軍及び、ドイツ軍にとって、情報要員であったことは確かだが、彼女の活動は、非常に低級レベルであり、独仏どちらの陣営に対しても、意味のある情報をもたらした証拠は一つない。また、情報活動が正確にどのようなものであったかについては、歴史家も、明らかにできていない。 裁判、処刑についても様々な逸話がある。よく知られた者は、裁判の際は、処刑を免れるため妊娠していると支援者より、申告を勧められたが本人が拒否した。処刑の際、銃殺隊は、また針の美貌に惑わされないよう目隠しをしなければ、ならなかったというものがあるが、これが真実とすれば一体どうやって正確に、彼女を狙撃できたのだという疑問出てくる。他にも、 彼女は銃殺の全兵士たちにキスを投げた、あるいは銃殺寸前にロングコートの前を裸け、全裸で銃殺された、という話もある。処刑前のまた針は,は大前自弱としており、着付けのラム酒一口は受けたものの目隠しあるいは気に、くくりつけられることは拒絶したと言われている。これにはさらに疑わしい尾ひれがあって、ピエールド・モリサックなる青年が銃殺隊に賄賂を送って銃には、 空砲が込められるように図られていたのに実際には実弾が発射されてしまい彼の企み失敗したというものである。しかし実際にはありえないものでプッチーニのオペラトスカにヒントを得た作り話とみられる。ブリタニカ百科事典によればマルガレータはしばしばマルガレータヘルトロイダ・マックレオドとも名乗り舞台でもレディ・マックレオドと名乗っていたこともあったという。またハリの成果は 美容院として使用されていたが、2013年10月19日に火災で消失した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。